富山です。ふみです。若手人です。今回渋谷でお送りする企画、はい、共通テストリサーチ A から E 判定で受かった人探しやってございます。おまずね、共通テスト皆さんお疲れ様でした。こっからね、共通テストリサーチをそれぞれ出していくわけですけども、はい、A 判定から E 判定それぞれ受かった人を探そうという企画ですね。おー、なるほどですね、はい、これ E からでもね、受かった人いるのかとかね、はい、まあ、その辺が難しくなってきそうですけども、なるほど、探していきましょうよ。それでは話聞いていきましょう、はい、そう、チャンネル登録と高評価、概要欄についた人のも絶対出します。せーの、スタート。わかって TV。 じゃあ女の子2人が見つけました、はい、2人とも国公立なんですか。はい、お姉さん今どちらの大学行ってますか。高崎経済大学3教科で入れる国公立。やめろそれ、おいほぼ私分。分かったね。共通テストリサーチ A 判定から E 判定の人まで見つけようという企画をやってまして、はい、覚えてますか、リサーチの結果は。第一志望前期受けて、あ、落ちて中期で受けたから。あー、なるほど。判定も出してない。なるほどね。じゃあこれノーカウントですわ。ノーカウント。あら、ちなみにどちらの大学を。金沢大学。これ金沢とか結構受かるんやけどね。ちなみに金沢は共通テストリサーチ何判定やったんですか。 C。 あ、チャレンジ。 C でチャレンジ。ゴブゴブに負けた人です。やめろ。お姉さんは大志望使った稼ぎ経済リサーチは何判定。 B ぐらい。おー、じゃあ B の人見つけました。はい、てってて、はい、なんか A のとこ出そうかなとか由来だりはしませんでした。もういいかな。何も考えてない。やめろ。協定何点やったんですか。え、覚えてない。覚えてない。覚えてるでしょ。7割ぐらい。7割ぐらい。7割以下の人高崎経済で行きでーす。はい、大丈夫。はい、じゃあ男の子2人が見つけました、はい、じゃあ順番に大学聞いていきましょう、はい、お兄さん今通ってる大学学部教えてください。東京大学理科さん。おお、理科。理科って言ったの。理科。やばい。2023年もよろしくお願いします。ペコペコやないかお前。高校どこっすか。ここラサール。ラサール。お兄さん、あーすごいわ。お兄さんは長崎大学医学部。あ、見劣りするな。やめろお前。すごいんやけどね。めちゃめちゃすごいよ。かすむな。いや、東大の人が映ってる。映ってる。いや、やめろお前。格付けちゃうね。じゃあ、うん、共通テストリサーチ、はい、A から E まで集めようという企画やってまして、はい、協定余裕でした。協定は勝利ですよね。え、何点だったんですか。計画で満点中818。おー、高い。おー、いいですね。で、結局何判定。どうなんだろう。リサーチ出さなかったもん。リサーチ出しましたけど出したいや。興味どうでもいいなと思ってちょっと覚えてないですね。覚えてない。ノーカウントか、これは。じゃあお兄さん、はい、お兄さん覚えてます。リサーチは C判定。おお。はい、B、C そろったね。はいはいはい、OK、その C 判定だと出すめっちゃドキドキやん。 C 判定で、まあ、出すかどうか他人と話し合うみたいな。あー、なるほどね。他の大学も考えてたんですけど、まあ、落ちてもいいぐらい。はー、感じで、まあ、まあ、C やったらこう一番ね、ギャンブルやね。あー、むずいな。面白い。じゃあ男性の方見つけました、はい。お兄さん、今どちらの大学行かれてますか。東工大です。修士1年。あ、陰性で。で、学部も東工大。はい、学部は、はい、大阪市立大学。大阪市立大だから陰で東工大、はい、おい、成り上がりすぎやな、はい、共通テストリサーチの判定 A から E まで集めようという企画やってまして、何判定やったか思い出してもらっていいですか。 B ですね。B。 かぶってるね。かぶってますなんですけど、一大じゃなくて半大なんですよね。あ、半大 B 判定で後期一大。あ、そうそう、半大落ちたよ。落ちました。だからこれはね、これ落ちた分でノーカウントになる。確かに。なるほど。じゃあ一大の後期はリサーチを出してて覚えてんのか。出してないっすよ。あ、出してないんだ。でこれノーカウントです。なるほど、ね。B 判定でも半大ダメやったんや。ダメです。お、油断したらダメよっていう。やばいねこれ。え、なんやと思います。協定のリサーチ良かったのに、うん、落ちちゃった。あ、当日梅田駅の改札引っかかってしまって、はい、乗り換えがギリギリになった。あ、その時にメンタルで負けた。いや、おい、そんなとこ言い訳が多いだよ。短大受験生って二流なんで。やめろ、言い訳が多いっすよ。これ男性の方を見つけました、はい、お兄さん通ってた大学学部教えてもらってもいいですか。はい、大阪教育大学の小学校のやつ。おいおい、山の上大学やないか。やめろお前。共通テストリサーチセンターリサーチの判定が A から E の人を探そうっていう企画をやってまして、 はい、あれ ABCDE どれでした。僕多分 B ぐらいです。うわー、もう被ってる、はい、大京大もセンターでほぼ決まるのよ。センターと小論とかそんな感じでしょ。大体そう、小論で、小論ね、もうそれ B やったらもう受かるなって感じでしょ。そうですね、あの小論だけだったら日本語書いとけよ。かんねん。やめろお前。共通テスト終わったばっかりの受験生に何かメッセージもありますか。小論だけのとこ選んだらカモなんで。大気を受けさすな。じゃあ男の子4人組見つけました。はい、みんな一緒なんですよね。じゃあお兄さん今通ってる大学学部教えてください。電気通信大学。お、なるほど。電通大。前期電通の人。電車の
あ、ここ3人で後期、前期はどこ見たの？東工大の方で。東工大か、なるほどね。じゃあお兄さんから聞いていきたいと思います。はい、何判定でした？ A 判定です。 B か。あ、 C です。 C、 あー、かぶってんのよ。まあ A 判定。おー、出た。よし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 、ベッツ後期 A 判定ってこと？いや、すごい。大志望東工大は B 判定。あ、なるほどね。 D でチャレンジダメ。でも後期の電通 B 判定は受かったよと。なるほどなるほど。覚えてないです。覚えてないけど。よし、じゃあとりあえず ABC 揃ったね。はい、よしよし。彼のプランって結構やる受験生多くて、はいはいはい、まあ、第一志望はもう欲張るよと、 D 判定でも突っ込むぞと。でも後期で A 判定とか用意しとくと安心感と攻めとで国公立多いパターンです。まあ俺 D 判定で後期一つ星チャレンジしたから。後期でも攻めるで俺は。じゃあ僕らのね、はい、あの出願の時の話もしましょう。はい、わかりました。 PR の場合現役の時はね、はいはい、国公立もちょっと受けてて、あ、後ろ公立のところを進められてようわからんところ。ナンパーやねセンター。ただその時まあ B か C 判定ぐらいの時はしょ。後ろ公立一応 B か C 持ってたよ。自慢すんなそんなこと。いや、もうグミどうだったセンター 88% で兄弟 B 判定。むずいな兄弟。後期一つ橋 D 判定で突っ込んだね。はぁ、犯罪っていう手もあったけどね。俺犯罪で収まるぞじゃないって言って犯罪は犯罪は後期結構いい判定出たんちゃうかな。まあ引き続き調査しましょう。はい、お兄さん見つけました。はい、お兄さん今社会人ね。社会人どちらの大学通ってましたか？大阪教育大学の。お、大教初等教員養成課程。あら、もうさっきとか山の上2世や。やめろお前、さっきもおったの。大教初等かもやぞとか言ってて、言ってた。多分相方です。いや、いや、だよ。今日ライブがあったんですよ。あ、そうなの。あいつも芸人でした。そう、芸人でした。そうそうそう。センターリサーチの結果を聞いてるんですけど、はい、何判定やったか覚えてますか？大教 E 判定。え、わ、いた。E 判定から大阪教育大に合格した。そうです。センター重視やん大阪教育大。前期はセンターの方が大きいんですよ。な、確かそうよ。後期の場合は半々なんですよ。はい、僕多分初論文が相当良かったんですよ。いやいやいや、面接があります。面接。あ、面接でそれも3つあって、はいはい、面接が結構強かったと思います。だって僕のイメージ、はい、小論面接なんて差つかへんから、はいはい、ほぼセンター勝負みたいなイメージよ。あ、なるほどね。E 判定でも小論で巻き返すとかあるんや。ありますあります。はぁ、センター多分500ちょっとでしょ。わかります。なんか、うん、やめとくか。何や、山の上に大学作るな。地下に大学作れ。やめろ。僕ら山の上じゃないんですよ。何、学部が一部と二部ってのがある。ほうほうほう。一部の方は山の上で、二部の方は天王寺の付属の小学校とかあるじゃないですか。はいはい、大教大天王寺、ね、あそこに併属一緒にあるんですよ。二部っていうのは夜間って意味ではない？そうです、夜間です。夜間、夜間です。大教大の夜間、夜間です。そら受かるわ。E 判定とか関係ないもん。そもそも誰も目指さへんねん。やめろお前、それは言い過ぎ。E 判定とりあえず見つけたんで、はい、あと D 判定だけやね。そうですね。ゴールが近づいてきた。男女4人組見つけました。はい、じゃあお兄さん代表して今からやってる大学学部を教えてください。茨城大学の工学部です。茨城大雑魚。やめろおい。茨城といえばつくばでしょ。いやいやいや、茨城大学国公立だよ。国公立は国公立。国公立は、ね、国立です。はい、校庭の後に校庭リサーチって出すじゃないですか、はい、それを A から E まで揃えようっていう企画やってるんですよ。みんな前期後期の人。あ、君後期ない。第一号どこ？千葉です。千葉大ね。千葉大のリサーチ何判定？いいです。あ、いい、いいで突っ込んだよ。無理や。やめろ。おい、攻めすぎ。おい、茨城の後期は何判定？ A 判定。あ、なるほど。すごい。何判定ですか？ B 判定。え？ A、B、C、D。お、揃った。やった。おい。クリアー。あと用済みです。あ、おい、ちょっと待って。やめろ。じゃあインターホンに下げますか。はい、共通数何パーすか？もう見たくなくて現実を。いやいや、現実逃避してる。自己採点合ってんのか。いや確かに。D 判定で受けに行くってめっちゃ勇気いるやん。私立行く気満々で落ちていいやって思いながら前期受けたんです。あ、なるほど。で、よかったんや。すごい。担任の先生とかに止められへんかった。D 判定は無謀やぞみたいな。北海道進められます。出た。どこどこどこ。なんか知らない。釧路公立じゃない？もっと。北見工業。違う。名寄一律とか。名寄一律。名寄一律進められた。知らん。やば。なんか俺も知らないんだけど。俺も茨城の子なんだけど、あの釧路公立進められて。茨城の先生、お前北海道飛ばそうとするな。本当に。受かったポイントって何やと思います？ D 判定からでも。二次試験が面接と小論で。あ、面接小論。出ました。顔採用や。美女は D 判定でもチャレンジしよう。ちなみに何判定ですか？ A 判定。A 判定。はい。いや、驚くな。茨城大学の A 判定すごないか。やめろお前。茨城の A は筑波の D や。やめとけお前もう。何判定？はい、C。 おー、
まあまあ、じゃあ五分五分や、結構勇気いったんちゃうの、うん、学芸目指してて、東京学芸目指してて、あらそっち、学芸は何判定やったの、 E 中の E、 E 中の E ね、で C の茨城に、いや全然安全校でもないやもう一浪してもいいかな、あだから浪人覚悟ね、わかりました、あ茨城軍団、僕らもクリアということで、やった D 判定とかね、はい、E 判定とかで受かる人いるということで、はい、わかりました、はい、というわけで揃いました、共通テストリサーチ A 判定から E 判定まで全員いたということで、はい、D 判定 E 判定はちょっと大学しょぼかったんで、はい、やめろお前、まあぶっちゃけどうなんかな思うとこありますけど、まあまあまあ、でも国公立の出願のね資格の参考にはなったと思うんで、はい、まあ、国公立後悔ないように出願しろよと、そうですね、皆さんこれからも頑張ってね、受験まで皆さんチャンネル登録高評価、概要欄ツイッターとインスタも絶対お願いします、じゃあ今日この辺で、はい、バイ。